ププルル私ですはいクジラ株式会社北山でございます飯塚は今外出中でして十8時には帰ってくるかと思いますはい失礼しますガチャこいつはコネ娘北山ねね社長のコネで入ってきたコネ娘が。しかしコネ娘なのにやってはいけない社長のコネで入ったコネ娘がやってはいけないナンバーワン仕事ができるという緊急を犯してしまっているコネ娘コネ娘のくせに仕事ができる天変地異だこいつはとにかくめちゃくちゃ仕事ができるすごいできるカタンカタンできるコネ娘コネ娘うわウイルスがかかってパソコンがウイルスになっちゃったこいつはさせば 仕事ができない。ポンプしたいんだあ。そうだ。北山さん、これから僕取引先と打ち合わせがあるんだけど、よかったら北山さんを紹介したいから一緒に来てくれないえ。いいんですか？ぜひお願いします。じゃあ村上に来てくれ、北山さんの教育係だからな。はい、わかりました。ここが取引先のオフィスだ。今日は何しにここに来たんですか？うちの新商品のプレゼンをしようと思ってね。ここの取引先の人は優しいし、見る目があるから、多分この新商品は気に入ってくれるよ。そうなんですね。ああ、待ってやべえどうしました。新商品のプレゼンの資料忘れた。どうしよう。もしかして篠山さんのデスクにあったやですか？うん置いてきちゃった。持ってきましたよ。 すごいできるほんで笹山できー相変わらずのポンコツありがとうスタスタスタあれ笹山さんああ、斉藤さん今日十一時から約束してたんで来ましたえあいや今日の約束九時からだったろえそうでしたっけあ,あメールにもそう残ってるよえすいませんでしたあー僕はいいんだけどあの今日笹山さんに部長を紹介しようと思っててそれで九時に呼んでたんだけど君が遅れるもんだから部長怒っちゃってえそうなんですかあースタスタスタあー斎藤君、その方はあこの方が鯨株式会社の笹山さんですあー君か 申し訳ございません。時間を勘違いしておりまして。9時って言ってたよな。申し訳ございません。私は昔から遅刻というものが大嫌いでね。悪いが御社との取引は全て注意させてもらうよ。えそんなそんなささいまこりゃささ何やっとんねんこいつこれ資料も持ってきてへんわ。2時間遅刻してるわ。こいつ北山さんがおらへんかったら、手ぶらやんけ。手ぶらの遅刻男が相手の部長を2時間待たせただけ。何しとんねんこいつこれせめてカバンぐらい持って今回こいつ。ささいま お許しください9時になっても来ないからこっちから何度も電話してるのに携帯も繋がらないんじゃないかあ申し訳ございません昨日海外のサイトを見てたらスマホがウイルスにかかってて何したんだこれおいささいこれで今すぐ胸ぐらつかんで持ち上げてそのまま突き落として首にしたのかいおお何したんだそんなもん知るかもう帰りなさいそう 君何してるんだ？やめなさい。本当に申し訳ございませんでした。取引中止は部長さんのお考えであれば覆してくれとは言いませんが、謝罪だけさせてください。申し訳ございませんでした。壊れますね。すごい壊れますね。ええ、すごい。陳謝だ。これが陳謝だ。初めて見た。陳謝来れますね。来れますね。来れますね。陳謝来れますね。あ、陳謝来れますね。陳謝ます娘申し訳ございませんでした。草さまでつないで陳謝陳謝。 部長取引先の人までコネ娘の賃者が伝わるコネ娘コネ娘あ君たちみんなやめなさいもう分かったよ取引中止というのは撤回しよう